さあいよいよ発売になりました。待望のエギですね。このジョイント、これはエメラルダスアモラスジョイント、これは 3.5 号から発売になります。でカラーは12色、ジョイントの昭和用のエギなんですけども、これは昨年秋に発売されたボートジョイントですね。これがまあ大人気で、今もう手に入らないような状態ですごい人気になってるんですけど、これはボートのこの時から思って、この肩を取る、ある程度小さい個体をバーッとすりながらいってるんだけども、このジョイントを投げるとすごい両肩が連れてくるっていうような感覚をずっと持ってきたエギでした。でそれをぜひともショアで作りたいということで、まあ当初開発は一番最初はショアからスタートしてるんですけども、ショアのエギがなかなかやっぱり困難で、そしてボートが先に完成しちゃったような状態でした。これはちょっとボートとは形が違うんですけども、ジョイントの動きを生かした状態でエギそのものの動きを損なわないような状態、今までの食わせの間とかですよね、それを損ないようにするためにはこの形状が一番向いてたかなと。でまあアクションとしてはそんなにこの今のダート系のエギのようにバン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 ダートをさせて食わせるようなエギではないです。どちらかというとスイミングパッパッパッパっていうような動きをさせてスイミングですよね。だから割にね、今までのこのダート系のエギでパッと最初にこのね連発する場所が擦れやすかったと思うんですけど、それがなんとなくこう擦れづらい、擦れにくいようなイメージを持ってます。やっぱ泳がせてこううまく生めかしく泳がせてくると、餌としての認識がちょっと高くなるのかなっていうような感覚ですね。襲ってくるのもそんな感じで襲ってくる。だからまだまだこのエギ自体は使い込んではきましたけど、これまあこれが市場に出だした時に皆さんが使い出すと、もっと新しい使い方っていうのが生まれてくるかもしれないと思っています。産卵場所なんか特に、しゃくらない方がいいって言われているような場所なんか特に、このスイミングでふわ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 させるエギっていうのは強いんではないかなと。で産卵場所ではやっぱりちょっと違う動きを入れていくことで、両型大きな個体が口を使ってくれるんじゃないかなと。もうボートではそれを実績としてしっかりと、認識してまして、しゃくり上げて落とす、ふわふわ泳がせる、これでイカがバンバン食ってくるってことはもう実証済みなんで、これはもうショアからでも同じように使えるエギになってます。で愛がね2箇所あるんですけど、先端側でスナップをつけて操作してあげると、より縦方向のジョイントの生めかしい動きをこう作ってくれる。で愛の上側になってくると、ちょっと強めにしゃくった時に横方向のダートも含めて少し動きをこう出してくるような動き。まずは普通にベースとしては8割型先端で使っていいかなとは思ってます。この動きを一番生かす愛がこの先端だと思ってるんで、一番先端、この先端の愛でまず滑らかな動きを作っていって、そこで様子を見ながらイカの活性とか動きを見ながら愛を上につけて操作してあげるのがいいかなと思います。このジョイントっていうエギは深海の部分が重くなればなるほど割とそのアクションさせやすいんですけども、これがどん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 軽くなるってことはより繊細なアクションになってきます。だからほんと少しバスでいう I 字形とかなんかもうほんと巻きながらちょん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 とやるような、このほんと細かい操作でエギがふわふわふわって動いてくれるんで、これ軽くなってる分より繊細に振ってるんで、そこは釣り方がガラッと変わってくる。バン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 しゃくるんではなくって、巻きしゃくりでバッと泳がせながらより繊細にちょん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 とティップを動かしてあげるような状態でシェイクしてあげると、カチ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 ッとは音は鳴りますんで、この音が割とイカを誘ってくれる部分もあるんで、そういうところもうまく操作してもらえたらなと。だからちょっと柔らかめのティップが入るようなロット、少し柔らかめのロットでこうアクションゆっくりまったりアクションさせてあげるのがいいかなとは思います。ちょうどこの愛が上であるってことは、このね通常のショア用の 1g1.5g2g3g というような仮面芯がありますね、今までの。それはこの先端にきちっと装着できるようになってて、昭和用としてはバッチリ対応できるようになってるんですけども、この上の愛があることによってボート用までこれ使えることができます。本当に軽く 20g、10g、7g って繊細な重さでボートキャスティングやティップランでも使えるようになってるんで、これはまた面白いかなと。でボート用の今の発売されてるジョイントとは天野さん少し違うのはこのシンカー部分ですね。これが動きを変えてくるんで、これはボート用でティップランで使ってあげてもすごい面白いかなと。今かなりこの話題になって各地で使われてますけど、今までの横方向のねこうジョイントっていうのは存在したんですけど、この縦方向に生めかしく動くっていうジョイント、この系統のエギはなかったんで、ぜひ一度試していただきたいなと。ぜひ自分のこの考えで自分の新しいこう釣り方っていうのを生み出してもらって、今まで釣れなかったその個体を手にすることができるような釣り方を生み出してもらうとすごく楽しいんじゃないかなと思います。是非使ってみてください。いいとこかな。ああ当たってる。よっしゃー、ほら食った。オッケー。結構いいね。オッケー、まだいいの来ましたね。いや楽しい、最高。